僕は9時半を回りました。嘘のような本当の輪。本日の MC は FM 技能案の石坂真なみが務めます。よろしくお願いします。そして今回も、えー、東京からこの方来ていただいております。はい、おはようございます。WO イ、e、ースタの北条です。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今週もまたまた素敵なゲストさんにお越しいただいてますね。<laughs> では、早速自己紹介をお願いします。<laughs> こんにちは。えっと今回あれ3回目ですかね。沖縄 <laughs> ですかね。<う>久しぶりです。えっと美和子です。 でわかりますか？わからないですね。<laughs> 私は多分初めましてなんですけど、<laughs> そうですね。マナミさん、はい、あの始めましてですね、はい。なんか北条先生から話を聞く限り、はい、なんかもうすごい方だと。<laughs> いやいやいや、ね。アジアをまたにかける人ですからね、はいうん。いやいやいや。世界的な。<laughs> タレント活動をされているということであ当時そうですね20後半ぐらいから台湾の方に、うんあのー、ずっと東京で仕事してたんですが、はいあのー、テレビコマーシャルのお仕事をずっとさせていただいててで、あのー、20後半ぐらいから、あのー、台湾の方に移住しまして<ー>もうただただ仕事するためではなくあのー。 中華系の友達と会話したくて学びマンダリンを学びに行ったっていう感じですね。中国語、北京語ですね。はい。全く喋れなかったんでしょ？全く話せなかったですね。もうニーハオとシシェだけ分かっていて、全く向こうの大学に入る時も言葉わからないまま、とりあえず私行くからしか言わず予約して入ったみたいな。生活できる。ちょっとあの。 かつてね酸素カプセルの会社の仕事してたんですけど、はいはい、中国行って、うん、その取り付けをするために行ったりした時に美味、はい、しいご飯をご馳走になってその会長さんにん、うん、あのよくほら僕らもねジャパニーズ中国語で「ハウチーハウチー」とかって言うけどーはい、はい、ハウチーじゃ通用しないもんポカタカナにするとハウチーになりますね。ねうん だけど、実際翻訳セットみたいなので発音を聞いたら「つー」って言ってあ発音いいじゃないですか練習したから「つー」ってって奥にグッと入れてオペラ歌手のようにちょっと奥にあれする感じそこまでやってようやく通用したからこりゃ中国語大変だなと思って当時そうなんですよねこの「喉を開く歌手の人」 のように発音しないと、出ないんですよ、言葉が。<ー>発音が難しい、なんかイメージと。ね、そうなんですあのー、皆さん、多分、結構、誤解されるかと思うんですけど。うん、中国の方が、街歩いてると、声、大きいなって思いませんか。あ,うん、あれは、実は。うね、そう、そうなんですよ。実はですね、お腹から。うん とか喉を開いて発音しないと声が出ないんですよ、うん、発音できないんですよあ、言葉自体がそうなんですよなので私たち日本人も中国語を学ぶとあれぐらいの音量になります自然と <laughs> 仕方な演歌歌詞みたいにあなります<ー>そうなんですあれが自然なんですよねなるほどだから強く聞こえるんですねあ、そうですそうですもう、ね、お腹から声がファって出ますね,ね、うん、なんか怒られてんのかなってことね <laughs> 多分悪気はないだろうけどでもなんかやっぱちょっとねこの強く聞こえる分なんか怒ってんのかなみたいなそうですねなので彼らが中国の方が日本語勉強してお話しすると私たちのトーンになりますあし不思議ですよね言葉ってねはいなるほどにだから性格も変わります性格も変わるはい性格もオープンになります 日本の方はどちらかというと自分の心にいろんな思いをとどめとくじゃないですか中国語話してると何でも話したくなります自分の気持ちとかハートで思いを伝えたくなりますねもうそうですね愛してるなんて言葉言わないですよね普段なかなか日本のね向こうだと「会いに」っていうのもしょっちゅう伝えたくなります 心がオープンになり、特に多分台湾の方は、やっぱり南国っていうのもあって。沖縄の方とその辺、少し似てるかもしれないですね。なるほど。有効的って、あの、その、すごく。有効開いてる感じ。はい、はい、はい。なりますね。なんか、親日みたいなイメージもあったり。うん。すごく心が。台湾の方はね、あの、年配の方なんか、すごく。 日本びいきの方多いって言いますよね。多いですね、なんかあのー、日本語学校を日本の方が開いたのもあって。年配のおじいさん、おばあさんなんかは、日本語を話せる方結構いらっしゃいましたね。うもうタクシーの運転手さんとかも、英語話せないけど、日本語少しできるんだって言って、日本語の方が通じます。ね、えー <laughs>、綺麗な日本語だってうよ、ね。はね、いはい、そうなんです、そうなんです。 日本に来たことがなくても日本のドラマを向こうでテレビで見れるので、うん、それで言葉をかわいいとか、うん、その普通のちょっとした言葉は皆さんこうヒアリングできてますね聞こえてます、えー、私たちが日本語話すとあそういう意味でしょみたいなのを聞こえてるというか、えー、うん面白いうどれくらいいらっしゃったんですか、えっと、6年、年年目ぐらいでで、日本に戻ってきたのは いいたと思いますね。半分台湾であとは別の台湾から別の国に仕事に行ったりとかもしてたので、うん、中華圏とかタイとか、うん、マレーシアシンガポールと香港とかも多かったですね。 うん、日本にも戻ってきて仕事してました。行ったことない国で仕事するわけでしょそうですね、本当は言葉話すためだけに行ったのが<ー>話せないのに仕事ばっかりになってしまって、はい、大学にほとんど行けなかったです。でもそういうい言葉の壁も、はいうん なんかの乗り越えてというかなんかさっき話聞いたらすごいペラペラにね、うんはい、もう喋れるっていうことだったのでいやーいや発音だけはいいと言われます、ねうん、あ,れあの <laughs> 学校はあの、適当に行ってしまったので、うん、あれですけど発音はやっぱりその、ドラマで共演したあのー 俳優さんがいて、うん、その子のおうち実家に毎日のように夕ご飯を食べに行ってたので、えー、そこから早かったですね<ー>もう子供が親の言うことをずっと聞いてて突然話せるようになるみたいな、うん、学校に2年行っても私はほとんど話せなかったと思いますね。ずっとそのあののあ台湾の お友達のお家に行ってた時の方が3ヶ月ぐらいでヒアリングができるようになって急に話せるようになったので、うん、スポンジで水を吸収するのとと、ね、歌をを覚覚ええるるかかセリフ多分そんな感じだと思いますなんですごくその東洋医学にもやっぱり台湾の方の家庭料理食べるとこれは体に冷やすようにできててとか。 こういう時にこれは食べてもいいけどこれはこういう時はあの食べないでねとかいろいろその体のこともすごくたくさんその学んだ気がしますね台湾行った時に健康とは何ぞやとか、うん、笑うことの意味とか、うん、例えばですけどね。すすごいです、ねはいでねは なので台湾に行ってから7年目に帰ってきて本当は戻る予定なかったんですけど、うん、戻ってきた理由が当時その健康食品作りたくて戻ってきたんですよね、うん、健康食品作りたかった理由は作る理由になったのは、はい、私の日本の友人が6人も20代、30代の女性で6人もがんになっちゃったんですよ。 それであれっていうことでもともと何か事業をしようと思ってたんですけどああもうこういうことかなっていうご縁で全てが原料が集まったりとか、うん、ああそっか私はこのために今ここにいるのかなっていう,う,うでその食品を作ってあの海外の人たちに提供してた後に補助さんと知り合ったんですよね健康のつながりで。 私が新しい商品開発しようかななんて思ってる最中に出会っていたんですよね。で健康トークで花が開いたというかい <laughs> えとかいう話で <laughs> <ー>あすごい健康のことご存知ですねなんていう話してたらいや実は僕は。 そそういうういいいことをやっていてみたいなあそうなあんですか <laughs> もうなんか専門家以上の知識で私は圧倒されましたけどそうですね,ね<ー>そこから水素に出会いましたねあなるほどはい当時<ー>私の母もあれですよねその半分隠れ脳梗塞みたいな感じでもの<ー>が持てなかったりとかなんか調子がおかしかったんですけど そのの当時なんかこうあのマラソンですかねお,しお正月に箱根,箱根駅伝ですね、うん、あそそうそうですね、うん、でなんかあの東海大学の方とかがわーっと爆走してるのを見てた時に、うんはい、あのいや実はそれあのす僕たちが提供してるものなんだよっていうのを聞いて、うんうん えってていう1位に爆走してたんですよ、はい、えこんなに走れるんですかっていう走りだったんで <laughs>、うん、びっくりしてしまって、はい、その時に母にちょっとどうって言って勧めて使わせてもらったのがきっかけだったんですよね。あそうなんですねで私も当時その1か月後に母に言われたのが「これあなたが使った方がいいわよ」って言われて<ー>母は「隠れ脳梗塞が治った」って言うんですよ。 ものが持てるようになってメネレシ病がなくなったんですよね、うん、メネレシ病とかあと退場方針ですかね当時悩まされていて、うん すごい過労で、あの、うん、働き詰めの人だったので、免疫力がいますよね。うん、そ,うそう、うん、落ちてたんでしょうしね。きっとそうですね。もう何やってもダメだったんですけど、その三つがものが持てるようになったりとか、えっ、ー、と体調不振がなくなったりとか、うん、あのメニエール病ってこうクラ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 あの回っ,っ回ってしまうんですね。か高血圧ですね。あと、うん、そういうものがスーッと全部こう正常になっ その後私の弟がいるんですけど、はい、弟くんが「え貸してほしい」って言ったら「ごめんこれだけは貸せない」って何でもこう弟 <laughs>、はい、あのファーストな母が唯一断ったのが水素、うん、を貸し出すっていうことを断ってましたね。えー、これれれがなないいいとと私は生きらららかそくちょっともう、はい うんうん、すごくあ,のありがたかったって言っいまだにもう5年かな5年ぐらい使ってますねす今3代目かな3代目ぐらいで,、えーはい、でその後私も実は全速を持っていてでんそ持ってたんですけどその走れなかったんですよね、うん、昔マラソンができなくて水泳もすごく好きなのに呼吸がしにくくて。 呼吸するじゃないですかマラソンも水泳も、うん、その深い呼吸っていうのができなくてその理由が当時わからなくて、うん、今も例えば駅まで5分走るとか、うん、急いでて走るとかできないんですよね息が上がってしまってうもうあのその場に立ちつくんじゃうぐらい息が上がってしまうんですけど、うんうん その母に言われて、これあなたが使った方がって言われた時も、睡眠時間当時三時間ぐらいで仕事してたんですよ。毎日毎日。ええー、三時間。はい朝昼晩ずっと離れない。平均だよね。だから平均二時間っていう時もあったよね。そうそうそうですそうよく覚えてますねす。よく生きてるね。<laughs> そ,うそ,うそうそう。ね、私もなんでこんなそう三時間寝れたらよかったって思うぐらい。はい 本当に寝れなかったんです、ね、ん4時間寝れたらもう皆さんが10時間寝たぐらいの感じですねぐ <laughs> らい時間が取れたっていう日だ、はい、時だったんですけどその当時に水素を使い出して 1>, 1週間か2週間後ですかね、はい、走れることに気づいたんですよね <laughs> 急いでて駅まで走って、はい、息切れしてない自分にびっくりしてあれ <laughs> っていう感じでしたね よくねお客様でね階段駆け上がっても大丈夫になりましたって人そうなんですよ一番感動しますよなんか階段駆け上がって息切れほら急いでる時ってエレベーター危ないからエスカレーター危ないんで階段上るじゃないですかでもそうするともう途中で息が上がってしまって上りきれないんですけどすっと上りきって。 ちょっと疲れもします。そうですね。一呼吸置いてスッと歩けるんですよね。いや、あれには本当感動ですね。ね<ー>ある日、一週間吸わない時があって。うん、使わなかった時があって。そしたらいつもね、パパパパパって走って、ある、あの登っていった先で。えっと、十分ぐらい動けなかったですね。うん、息が上がりすぎてしまって。 あ、何だろうこれっていうなんかこの呼吸が整わい,つもの、はいはい、はい、なんか20歳ぐらい年取った感じでしたなんか <laughs> 本んにそ,うそんなに顕著に現れるんですね吸わない時と吸う時で、はい、そ,うその時ふと思ったのがあ、うん、マラソン選手のあの姿を見た時に、うん、これなんだって感じましたねああなるほど、ねはい、タイムがね1割ぐらい変わるっていう選手もう 吸わなきゃ損っていう会話になってたんです <laughs> ね、その業界では特にそうですよね、うん、だから本当に体力が20年前に戻った感じっていうんですか、うん、もう20年前の自分を思い出したというか <laughs> はい、感じ取ったというかそうですねあ、そうだよね私これだけ走れてたよねうん、うん、とかそうだよねこんなね 小さい子供今いるんですけど 2>,、うん、2歳の息子がいるんですけど永遠と走ってるんですよね、うん、私たち歩くじゃないですか、はい、彼はずっとスキップして走ってるんですよ、うん、でも息が上がらないあそうかこういうことだよねっていうもともとっていうその元の自分に戻ったというかうんうんこれは感動でしかなかったですね<ー>じゃあちょっとここで一旦 CM を挟みたいと思います。はいはい 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOEAST 株式会社電話番号0335272211一。嘘のような本当の輪お届けしています。 前半では、ね、でもうすごい話を聞いて、はい、あっという間にも半分通り越してびっくりしましたね。この一瞬でしたね。<laughs> ねなんかね、三時間ぐらい必要なのかなって、ちょっと思っちゃいました。はい、<laughs> そうかもしれない。先週からちょっとね、あの居酒屋みたいな雰囲気で。話せたらいいね、なんてね。はい。ちょっとなんか居酒屋で、こう飲みながら、ちょっと話してるような、うまあ番組は朝なんですけど。<laughs> <laughs> いや、でもすごい。でも、ね、で、今回このタレント。 のお仕事をされているということで、はいはい、やっぱこのタレントさんとかってなると美あ<ー>がすごい何、はい、て言うんですかねもう美を保つのにもう大,変大変というか私たち一般人でも結構大変なのに、はいはい、前回の話でもあの知恵さんとかも美の秘訣みたいな話をしたんですけど。 なんかそこら辺、どうされてるのかなって、ちょっと美ですね。ああ、よく聞かれますね。本当にこれ20年ぐらい。あのー、常々。よく聞かれるんですけど。うん、最近、本当にたどり着いた美っていうのが。あのー。なんていうですか。昔からなんですけど。いくらその外から取り繕っても。 いい化粧品使ったりとか、まあ、美容の仕事もねするので、うん、あの大きな声ではなんですけどあれも一つの,、まあ、なんていうのか自分が元気になるアイテム、うん、と私はちょっと捉えていてそのいい化粧品だったりとかいいコスメのものだったりとか、うん、あのただ本当に。 心の底から笑えたりとか、あのー、自分のライフスタイル生活習慣だったりライフスタイルがいかに満足してるかだったりとか、うん、そこから結局はその美しいものが外に出てくるんだろうなっていう目が輝いてたりとか、うん、あの例えば一つですけど言霊で。あのー 可愛い,いよ可愛い,いよって毎日私息子に言ってるんですよ、うんはい、あなた素敵ねとか言ってるんですよね、うん、その一言一言は自分にもやっぱり振りかかってるというかどういう言葉で相手に伝えるか、うん、すごく自分が幸せになる言葉をとにかく並べてますね今、うん、とかですね素敵ですね、うん、もうそれだけでも元気になる、うん、でなんかその水素を吸っててその常に思うのが、うん あのー、すごいポジティブになるんですよね、うんあのー、多分ちょっと、あのー、コロナ禍だったりとか自分と引きこもっちゃったりして例えば、あのー、私昔、えっと、登校拒否やったことが小学校1年生の時だったかなあ,<ー>あるんですけど、はい、そういう時も自分の家にこもっちゃうんですけど、うん、そういうものもなんていうんですかね例えば運動すると血流が良くなって。うん 例えばこうすごいこうデトックスできるというかいろんなことが発散して言えなかったことは言えるようになったりとか多分そういうのと一緒で多分そういう血流を良くすることでその鬱に引きこもってた自分の感情も外にオープンになったりとか例えばですけどねあのライフスタイルのもうこう頭で考えるスタイルがなくなって心で話すようになったりとか。 っっってていう不思議なものがやっぱりあってそれは多分何でもいいとは思うんですけど自分が本当に心から笑い合える友人といるっていうこととか家族といるっていうことまあ私の中では全て世界中の人は自分の家族だと思って今皆さんと出会ってる感じがするんであ「あ久しぶり!」って「ハロー!」ってこうよく息子と言い合ってるんですけど「の初めまして!」じゃないんですよね。 ななんとなくですけどあだからさっきあの「息子さんハロー」って、はい、<laughs> 言ってましたそう <laughs> そう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 なんですよそうなんですよ、そうそうそうか初めて会う他のパーソナリティさんにもすごい「ハローハロー」って声かけてたの見て、はいはい、あそうだそうだですね、えー やっぱりそういうのも一人一人がその輝く彼の名前は光るっていう光っていう字を使ってるんですけど、うんはい、一文字二文字でそのうちの下文字がひ光っていう名前でそれを名前の由来になったのもあの誰かに照らされるよりじゃなくて、うん、あの一人一人が光ろうよっていう輝こうよっていうことですね。そしたらあのー、本当にその美っていうもの に繋がってくるっていうのが本当最近感じてます。うん、例えば生活習慣で言うと朝強い朝日を浴びるとかですね。はい、太陽の日の出とともに私起きてるんですよね。自然と日の出の時間に目が覚めるんですよ。日の出の5分前とか。<ー>必ず朝日見れるんですよ。はい、だから沖縄すごいなと思って。朝日が。 水平線が見えるじゃないですか海が海だった見えますねそうなんですよ今までそうなんですよビルからとかそうなんですよ今住んでるとこだと建物の太陽が上がって建物から上から登った瞬間しか見えないので今沖縄に来てすごくありがたいと思うのが日差しが強いこととその太陽を水平線から見れるっていう日の出とともに やっっぱりこれはすごいなっていなてうのがありますねあと聞く音楽ですね音もすごく大切で <noise> 波の音だったり自然界にある音をできるだけ聴くようにしてますねうんそうですねだからこう例えばラジオもそうですねラジオは好きなんですけど、うん、意外とテレビはあのつけることが少ないかもしれないですね。うんじゃあ耳で聞く方が 多いってことですね自然界の音聞いてますねテレビつけてもこう自然の音が流れる音聞いてたりとかうこういうリスナーさんこういう話するじゃないですか、はい、人の知ってます日本人のこういう話するじゃないですか、うん、日本語って皆さん外国の方からすると癒されるって言うんですよへ<ー>は音が日本語っていうこの音がのアイエオの日本語がすごく癒されるらしいです あ、面白いその音もこう人がパチャパチャ喋ってる、うん、雑談してるところに話、ただそこにいるだけでいいというかう、ね、それをして家に帰ると癒された状態で帰るんでん家族とも自分す,すごくいい状態で入れるとか聞いたことありますね<ー>、うん、ありがとうございますじゃあもう一回 CM に行きたいと思いますい頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。w o o East 株式会社電話番号ゼロ三三五二七二二一一。嘘のような本当のはお届けしています。もう番組残りわずかになってしまったんですけれども。<laughs> なんと。はい。北条さん本当だ。<laughs> いやいや僕は喋らなくていいんだけど。<laughs> はい。そう ねでもまあその中でね水素の話も出てきて、うん、こういう体調、はい、なんていうんですかね心身ともにまあメンタルもだしっていうところ、うん、なん良くなるんだなっていうのすごい印象的でしたで、ね、なんかねおやかになりますよ、うん、水素吸ってると、うんうん、なりますねガリガリなんかね人責めたりとかねあしなくなりますね、うん、不思議ですけど沖縄の、はい こうゆったりした風とか、こうゆったりした話口調とかあるじゃないですか。そんな感じになります。せか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 した都内にいても、自分の空間だけなぜかゆったりしますね。本当だよね。不思議ですね。そういう時にね、いいアイディアが浮かんだりとか。自分に対して、あの褒め言葉が出てきたりとか。 <laughs> そんな美和子さんの話を来週も引き続き <laughs> <あ>聞いていきたいと思いますので <laughs>、はい、来週もよろししくお願いしますい今日もありがとうございました。